クライマックス目前。NHK 連続テレビ小説、らんまん、第25集、紫片髪では、マタロウ、神木隆之介に大きな試練が。大正12年、いよいよ念願の植物図鑑を出版する運びとなり、マタロウが印刷所に直接、原稿や図版を持って行こうと準備しているとき、関東大震災が起きた。大きな揺れによって建物は崩壊、近隣で火災も発生し、避難せざるを得なくなるが、マタロウは何はなくとも標本を救おうと、ありったけをしょいこに乗せて、末子、浜辺美波の提案で渋谷に向かう。幸い、渋谷は被害が少なく、牧野一家は山桃の店舗を仮住まいとする。子供たちは全員無事だった。一方、図鑑用の原稿はほぼ廃と化し、40年間かけて集めてきた標本も。だが、マタロウは、焼けた十徳長屋に咲いていた紫片髪に力づけられ、再び標本を作り、原稿を書く意欲を決して失わない。末子はマタロウのために、渋谷の土地を売り、練馬の大泉に広い土地を購入する。ともすれば、どんな試練にあっても夢を捨てない。という、がむしゃら熱血の根性者になってしまいそうな展開ながら、末子があくまでもマタロウに惚れ込んでいて、マタロウもまた、末子の存在に支えられてここまで来たという、夫婦の愛情表現が挿入される。神木隆之介と浜辺美波の演技にしっとりした情感が伴う。年齢を経るほどに、末子がマタロウの肩に持たれて語り合う場面が増えていて、これがなかなか絵になるのだ。関東大震災は、朝ドラで、戦争ほどではないながら折につけ描かれてきた。おしん、あぐり、花子とあん、ごちそうさん、わろ天下などで、どれも主人公の試練や喪失、大きな転換期となる。大抵、主人公や身近な人物の大切な人が亡くなり、しばし悲しい空気が流れるのだが、らんまんでは、みんな、無事であった。標本という最も大切なものが失われるが、植物はたくましく生き続け、再生する象徴となる。らんまんの震災では、人は死なないものの、揺れや被害の様子は時間をかけて描写された。しかも、当時の世相が随所に入れてあって、無政府主義者を憲兵隊隊員が殺害した甘春事件のことも、新聞記者である次男大輝、木村夫婦とりの口から語らせている。また、マタロウが上京当時、大変お世話になった新田の大畑印刷工場の大畑、奥田英二が、元火消しの教授に乗っ取り、逃げずに火消し作業を行うエピソードは、実際に、新田泉町と佐久間町が市民の力で炎症を食い止めた話に基づいたものである。関東大震災の時どんなことが起きたのか、美談も問題な出来事も並列である。江戸時代、海に近い地域が埋め立てられて城下町として賑わった江戸。明治維新が起こり、江戸幕府がなくなっても、都市機能は残ったままで、中心だった場所が、震災によって大きな被害を受けた。一方、開発が進まず、田舎とみなされていた渋谷は被害が少なく、震災で焼け出された人々が一斉に流れてきたことで、急速に発展し、現在のように都市機能が渋谷や新宿に分散していくきっかけになった。早くから渋谷に目をつけていた実業家、相島、森岡龍は、いささか不謹慎と思いながらも、旧幕時代の江戸を一新し、世界の一等国として生まれ変わるんですと喜ぶ。相島は、渋谷を発展させた実業家、後藤啓太を思わせる人物だ。後藤は農家に生まれ、実業家として財を成した。岩崎滅私女、皆川猿次などと同じ、旧幕時代の武士の家系とは関係なく、のし上がってきた新勢力であるから、未だに残る江戸を中心にした世の中を刷新することは願ったり叶ったりであっただろう。渋谷はこの100年で大きく発展し、海外旅行で必ず訪れたい場所、特にスクランブル交差点がその象徴になっている。ところが、末子は当時、これからの渋谷にさっさと見切りをつけて、高額で店を売り、練馬の大泉学園に土地を買うのである。マタロウの植物研究には渋谷はふさわしくないと判断し、のどかで自然の多い大泉学園の資料や標本をたくさん保管できる家でこれからを生きていこうとするのである。そして、戦術した大畑の火消し。江戸期に江戸の総鎮守とされた神田明神のある神殿を守ろうとしたことは、自分たちが愛し暮らしてきた江戸の町を終わらせない戦いである。新しいことが始まってもいいけれど、そこに残りたい人の思いを否定はできない。下町に昔から住んでいる人たちには、
江戸っ子という矜持がある。さらに遡れば、京都の人は東京に行くことを上京とは言わないと言われる。明治時代、天皇が京都から東京に移ったとはいえ、京都こそと、という思いがあるからだと。文明や商業が発展した場所ばかりが全てではないし、首都が全てでもない。人にはそれぞれ生きる場所がある。末子は時代や価値観が変わっても、万太郎のこの世にある植物を全てつまびらかにして世の中に伝えるという信念は変わらない。それはつまり他者の大事なものを奪ったり、否定したりすることをしないこと。一人一人の生き方を尊重し、明るく生きる。そういう万太郎の生き方を末子は心から愛したのだ。